モイネロ、謎行動について、お気持ち表明。ソフトバンク先発の2番、モイネロ投手が謎のシーンの、真相をさらりと解説した。1回裏のマウンドに向かう際、外野からリリーフカーに乗って登場した。通常、先発投手は自軍ベンチから登場する。異例の登場方法に球場がどよめいた。初回は三者凡退で危なげなく立ち上がった。試合の前、ギリギリまでブルペンで投げていたので、時間がなくなって、車に乗りましたとモイネロ。準備が長くなった理由についても、特に理由はないけど、今日は長めにした方がいいかなと思って長くなりました。試合への入り方はいつも通りでしたと照れた。打線の援護も受けて7回途中まで3失点で先発の役割を果たした。昨年までリリーバーとして活躍しただけに、リリーフカーの乗車は慣れっこ。日本シリーズ、セリーグ球場という勝手が違う舞台でも、在籍8年の有料助っ人ならではの裏技で結果につなげた。そして、尾形はリリーフカーに乗らずにマウンドに上がった。車酔いでもするのか。直前ギリギリまで投球練習してたからみたいですね。かっこよかったので、これ乗っていいですかって自分が言ったんじゃないかな。帰国しそうになると車で送ってもらえるんだね。彼はメジャーに行っても絶対に成功する。さすがに自分で運転することはなかったか。モイネロのことだ、乗りたかっただけでしょ。日本のプロ野球をつまらなくさせる代表チーム、ソフトバンク、見たくもない。モイネロには最終打席はヒット狙って欲しかったんだけどね。交流戦での打席は楽しそうにしてたしヒットも打ってたし。リリーフも先発でも活躍して頼もしいな。バントもしっかり決めたとかさすが。今年のロッテ戦でも中断した時にリリーフカー乗ってきたような、その時は乗りたかったからって言ってた気がします。モイモイかわいい。右打席でバント、左打席でのヒッティングの方が謎だろ。しかもバットまで違ってたし。何はともあれ、モイネロは素晴らしい投手だ。